どうも、B425 です。というところで、シャニマス動画だと思ってきた方、本当に申し訳ないです。まだ、すみません、ただ、シャニマスは今回関係あるんで、ね、ちょっと見ていってください。というところで、まあ、一応その番外編みたいな感じでタイトルとかサムネには作っとくんでよろしくお願いします。というところで今回はパープル画面になるんですけども、ちょっとあることをやっていこうかなと、やっていくというよりかは話していこうかなというところでございます。まあ、まずこのゲームが何かわからない方がいるかもしれない、シャニマス動画を見に来た方がいるかもしれないからね。というところで、このゲームはパワープロです。はい、e ベースボールパワフルプロ野球2022かな、だよね。で、っていうゲームなんですけど、まあ、パワープロですね。野球ゲームです。まあ、パワープロって言ったら、いろんな方知ってるんじゃないかなと思いますね。うん。まあ、というところで、今回は何を、ね、話していくのかって感じですけれども、ここでパワープロあるあるが一つございまして、アニメが好きなパワープロユーザーっていうのは、そのキャラを作るんですよ。ここを聞いただけでお分かりになる方いるかもしれない。というところで、今回私は、ノクチルメンバー作ってきました。なので、皆さんにちょっと見せていこうかなというところでございます。全員内野手ですね。はい、というところで早速やっていきましょう。まあ、名前が並んでるから分かると思うんだけど、はい、よろしくお願いします。じゃあ最初は朝倉からいきましょう。いきますね。まず朝倉、こちらです。はい、まあ、顔に関してはなんとなくこう雰囲気を似ててきました。あまりこうがっつり何かっていうと、やっぱどうしても結構使うパーツみんな似てきちゃうんで、どっちかっていうとこう雰囲気重視でやってきました。マイナス能力に関してはパワーフェースはつけるのがめんどくさいんです。難しいんじゃなくてめんどくさいんで、でどうしても最初に作るより後に作る人、選手の方がマイナス能力っていうのは結構作る、なんていうの、つけるその環境が整ってるじゃないですか。だからどうしてもその差が出ちゃうんで、なんかマイナスいいやってことでマイナスは吐きました今回で。朝倉です。はい、というところで、朝倉はショートですね。右投げ左打ち、右投げ両打ちというところで、フォームが、カズオです。はい、だからまあもうバッティング能力はそのまんまですね。もう強いと。ABB、 まあ朝倉だけ、私が見てる中では朝倉だけ唯一野球描写がある。そう、天神でヒット打ってたし、あとカットバシ島の逆襲かな、であれでバット持ってっから。朝倉だけ唯一野球の描写があるんですよ。だから今回朝倉はちょっと強めに、ただ守備に関しては財布を忘れるほどこのなんていうんでしょうね、このセキュリティのガバガバさというところも含めて、守備は比較しました。それなのにショートなんだっていうところもありますけども、まあそれはいいんだ。で、バッティングに関しては本当はね、ASA にして、朝みたいなことをやろうとしたんですけど、ちょっとパワーフェースそんなにうまくなかったです。まあそんな感じの朝倉です。装備品とかは、こんな感じですね。朝倉は特に何もつけないかなってイメージがあったんで、普通に木のバットに可愛い色のグローブというところでございます。そうですね。まあ結構打撃を強めにしつつ、走塁系の能力を意外とつけましたね。まあ本当にカズオみたいな感じかな。うん。で、あとはこのチャンスメーカーに関しては、これはノクチルができたのはやはりこう朝倉が最初に翼プロに入ってから他3人が入ってきた。これは私朝倉プロデュースはしないですけど、他3人プロデュースしてるんでわかるんですよ。というところでチャンスメーカー作った感じですね。逆境はなんとなく。で、かく乱は、朝倉の行動で結構こう、みんな、なんていうの、振り回されてる感じあるじゃないですか。だから、かく乱。悪気打ちはね、なんとなく悪気打ちしそうじゃないですか。天神込みのさ、何ヒットとかもさ、すっげえ悪気打ちしてそうじゃん。だから、悪気打ち。で、調子安定。これはもうなんだろう、ペース崩されてるイメージがないので、調子安定かな。そんな感じかな。まあ、両打ちにしたのもやはりこう朝倉 その天才肌っていうところをね、なんていうカリスマ性みたいなところを、出したいかったから両打ちにしましたね。こんな感じが今回朝倉です。はい、続いていきますか。作った順にいきましょう。じゃあ今度マドカです。マドカこちらになります。はい、まあ、こちらもマドカもなんとなく顔雰囲気伝わってこないですか。サードですね、マドカは。でファースト外野もできるよという感じ。装備品に関しては、まあ、赤基調にしまして、まあ、赤リストバンド2つつけて、オレンジに黒バット、フォームは城島さんです。うん、別にサードじゃないんだけどね。そんな感じでございます。マドカのイメージがアレナドなんですよ。私コロラドロッキーズ説、ノクチルコロラドロッキーズ説出してから、どうもマドカがさ
アレナドにしか見えなくなっちゃって、まあそんなにそんなあれじゃないけど、その野球で例えたらアレナドだなっていう感じになっちゃったんで、うん、アレナドっぽくしました。まあバッティングと守備結構何でも平均的にいきますよという感じの、マドカですかね。で朝倉マドカの、三遊間というところでございます。そうだね、あとは結構その天神コンビ見てると朝倉が結構努力型だっていうのがなんとなく分かってきたので、あまりこう天才系ななんて言うんでしょうね、特殊能力あ、広角打法とかそういうのはあまり入れずに、まあ最大限アベレージヒッターで逆境選球算つけて、まあ、送球ウェーバーやっぱあれなのなんであれしつつ、チャンス B、まあ、これはチャンスに強そうだなっていうところでつけましたね。本当にこう何でも平均的にこなしますよっていうこのマドカの、感じを出せたかなとは思ってます。うん、そうね、まあ、サブポジついてるあたりも結構そのいいんじゃないかなとは思ってます。はい、続いてごめん、続いて、私の担当いきましょう。小糸です。はい、まあ、小糸に関しては、あ、ごめんなさい、ジョージモさん言ったね、ごめん、何でもないわ。小糸ですね、小糸は、守備型ですね。こちらはねセカンドそしてショートもできるよという感じでございます。まあ顔を作るときですね、髪なんですけど、パワープロにおけるツインテールって打点がめっちゃ高いやつかクルクルしてるやつかこれしかなくて、どれが一番合うかなって考えたときこれでした。で、小糸はサングラスつけてますやっぱその先生がようのイメージが強いんでバット持ってるときは先生がようだから、あれサングラスつけてるんで今回小糸にはサングラスつけてもらってます。ほんならまどかにアイブラックでもよかったかなと思ったんですけど、まあそこはやめました。で、装備品こんな感じですからね、まあ本当に黒グローブにその上にリストバンドがついてるんで、キバットですね。フォームは東出さんです右投げ左打ちと、まあ本当に守備メイン。ただ今回ノクチルの中で唯一 A というパラメーターが2つ以上ある選手は小糸だけですかね。まあそうですね、まずこの怪我しにくさ A に関しては、努力めっちゃしてるけど怪我してないよとまあその怪我描写がシャニマスにあるとはとて思えないんだけど、まあ、その怪我しにくさ A っていうところと、守備職人はつけたかった、これはあの守備型なんで、で内野安打丸でバント丸もつけたいじゃんで粘り打ちはあれだね、やっぱりこう粘って粘って粘ってずっと努力を続ける選手じゃないけどアイドルですから、小糸には粘り打ちをつけました。で盗塁 D なんだけど走塁は C みたいな、走塁の方がちょっとうまいよ、盗塁はそんなにうまくないけどねみたいな感じの雰囲気ですかね。まあ、作りたい選手像伝わるんじゃないですか本当にちょっと東出さんみたいな感じがしますけどもそんな感じの小糸ですかね。まあ、小糸ね結構そのサングラスつけたらいい感じになったなってイメージありましたね。まあ、本当に D の51っていうところもなんかこうやっとこうちょっとバッティングいけるようになりましたよみたいなタイプも出したかったした。 C60 意外とこのタイプ足速そうに見えて普通平均的だよねみたいなところ出したかったというところで、小糸でございます。最後ですね、ひななです。はい、まあ、ひななに関しては、まず髪の毛がね結構難しかったですねというところと、あと目に関してはこのパワープロ特有の、まあ、大引きさんだよね今ね大引きさんの意味じゃないですけど、この目閉じてるのやつが大引きさんみたいな感じの目を使いました。笑ってる目って言うんでね。でこれありがたかったのが、ひななだけ左利きなんですよね、ノクチルって。マジでありがたかった。左利きだからさ、おのずと左投げにすることができるんですよ。で左投げにすることができるということはおのずとファーストになるんですね。これでみんな違うんですよ。朝倉が右投げ両打ち、マドカが右投げ右打ち、小糸が右投げ左打ち、で、ひななが左投げ左打ちと、ね、本当にこう、全員ばらけさせることができたのは良かったかなと思ってます。で、まあ、ひななこんな感じですかね。まあ、ファーストのパワーヒッター、像としては松中さんですかね。装備品こんな感じですかね。もう、はちゃめちゃにしました。なんとなくひななはこういうとここだわってほしいなと思ってるんで、こんな感じですかね。で、選手としては本当にパワー型ですかね。当初はね、ミート C パワー A 走力 E の肩守備 DD にして補給 F にしようと思ったんですよ。ただファーストなのに肩そんなにいらないし、逆に補給低すぎだろうってことで今回ちょっと逆にしました。で私はひななは何でしょう、一番潜在能力があるアイドルだと思ってますので、
そういうところも含めまして、まあ、チャンス B、 あとはパワーヒッター攻撃の方このちょっと強めに作りました特殊能力を若干強めにで固め打ち、つけつつムードもある。ムードはなんとなくこうその場を変える雰囲気を変えるみたいなイメージがひながにはあったのでムードもある。悪球打ちはなんだろうね、こう低めのめっちゃ低いあの悪球をさブワーンってすくい上げてホームランにしといてほしい意外とこう選球眼もあったりっていうところでひながですかね。ひななはねだいぶ作るのに苦労しましたね。でそのひななはねそうプロデュースでもなかなか苦労してるんでひななに苦しめられる毎日だいやひななやっぱ手強いですね。そんな感じでございます。まあ、欲しい方いましたら一応そのまだアップロードしてないんですけど、まあなんか声かけていただければ一応する分にはするんでよろしくお願いします。これダウンロードした選手って自分の用紙変えれたりするんだっけ、ちょっと覚えてないんですけど、まあ顔気になかったら変えていただいてもいいかなと思うんでよろしくお願いします。そんな感じかな。終わりです本当にこれだけ。やっぱりこうパワープロユーザーはねやりがちなんですよこういうこと。まあちょっと21になるんだけど、21だからここにはいないんだけど、私一応そのピンクチェックスクールも作ったことあるんですよね。そうなんですよ、うずきとこしと京子ちゃんですね、作ったことありまして、まあ機会があればねそちらの方もちょっと公開していきたいかなとは、まあ思ってないわごめん適当に話したというところでございます。ありがとうございました。チャンネル登録待ってますのでよろしくお願いします。バイバイ。